トークで。スピードウェイを買うの、はい、いいですよ、知ってるスピードウェイじゃん。中島さんが知ってる富士スピードウェイですよ。今は富士を買うの、一筆書きで。ちょっと待ってよ、一筆書き難しい。え、もういきますよ、うん、一筆ですよね。俺1970年代の富士書く。だって俺富士スピードウェイってさ数回しか走ってないやんな、このコース。じゃーん、できたでしょ、うん、昔の結構うまくない。ああそうね、うまくないですか。結構結構悪くないような気がめっちゃうまいっすけど、うまいっすけど、だからこう書いてたんですね。これなんですか、お腹に子供ができた時の最初みたいな感じになってエコこういうのなんか見たことありますよ。なんかこれ30度バンクじゃん。ああ昔の昔の昔のダメ。いやいいと思いますね。俺じゃない、難しい。じゃあ俺だって今のパケット結構俺も悪くない気がするけど、ね、ちょっと待ってですよ、中島さん、これ見てからもじゃあそれでもいいですよ、それいや見た上で聞きましょうよ。これでいいじゃん、俺はね、1970年そうじゃん。何ってそんな曲がってるんだ赤ちゃん、エコーエコー検査家帰ったらもう完全に生まれちゃいます。はい、僕の記憶のスピードウェイ。でもあそこを1コーナー立ち上がってから書くみたいななってるね。意外となってるね。なってます、なってます。俺もちっちゃくて見えないけど実はなってる、ね、いやこれぐらいしか間が結構割と特徴捉えてるけど、ヘアピンがこんな書くってなってるの知らなかったな。そう、いやだから昔のあのでかいバンクの時がこうだ。バンクだ、そのままずっと立ち上がりたい。もうストレートにずーっていって、ここ SG になって、でこれ100R で、100R は今とほぼ一緒だ。あで100ピンのとこで、だから100R で、100R で入っていくスピードが、まあ今の車じゃないから遅いけど、これ全開じゃん。確かに。それでここでギアダウンして、ヘアピンでこっからまた全開、でここでいけるかいけんか、おーみたいな。そんなにあれだったんですね。そう、はい。